キョンコ写真集発売おめでとう。はい、くてもれどうもれいまるです。ということで、ただいまの時刻がですね、こちら現在11月17日の朝の6時54分なんですけども、先ほど5時過ぎまでですね、こちら、れいまるね、開花紫の花を集めるために約8時間配信してました。で、先行無事に集めることができたので、はい、っていう配信をしてて、まあその後ツイッターバーって見てて、まあ、キョンコの写真集が発売するということで、キョンコの写真集の公式ツイッターも開設されました。いや、めちゃめちゃ嬉しいね。これ2021年の1月19日発売ということで、こちらメッセージ動画もね、ツイッターに載ってるので、ぜひ皆様ね、調べてみてください。やばくない？先行カットめちゃめちゃ可愛くない？キョンコと東京デートを満喫っていうのがテーマなんですけども、可愛すぎない？このクマキョンコやばいねんけど、やばくない？これヘッダやねんけど。いや、そういうことなんですよ。めちゃめちゃ嬉しいね、これめちゃめちゃ嬉しいよ。日向坂になって初めて写真集を出すメンバーがキョンコかな。ひらがなケーキの時はベミホやったんですけども、キョンコが写真集発売ということで、キョンコのねインスタグラムを開設されております。いや、フォローしました。いや、可愛すぎ、マジでマジで可愛すぎやね。キョンコ写真集の発売おめでとうございますということで、超速報動画でした。ということで、今から寝たいなと思います。おやすみなさーい。